吉木村は、東京都の南多摩郡に属していた村。なお、現存する地名に基づいた、ゆず村という表記がしばしば見られるが、これは誤りである。現在の八王子市、槍水、中山、上ゆず下ゆぎ、小四の、堀の内、南陽台一から三丁目、南大沢、別所、松木、松賀、谷、鹿島、東中野、 大塚の全域と絹丘三丁目の一部。吉木は古い文献ではヨズあるいはユウとも書かれており、その語源には色々な説がある。例えば、紙の原料として知られる蝶の中で、紙に備えた優等な布をゆふと言ったといい、蝶は自由に採取できるほど山野に自生していなかったので、生産地は保護されていたという話から、ゆふの産地を意味する吉野木と呼ばれ、 それが転じて、よしきになったという説や、ゆずのことを言う、または、ゆいというので、ゆずが多かったことが由来になったという説もある。上記の内大技は2020年現在も、八王子市の町名で使われているが、八王子市への合併、多摩ニュータウン開発による区画整理により、障子は、バス停、公園名称で残るくらいである。また、南木松谷、 鹿島は八王子市合併後新設された地区名である。槍水の北端に位置する標高213.4メートルの大塚山が村内最高地点。玉丘陵の低くなだらかな山が村内を取り囲んでいる。玉川の支流である大栗川が村内を東西に横断するほか、大田川、別所川、寺沢川、谷津入川などの支流が流れる。 多摩丘陵の宿から湧水が豊富に流出するため、河川は多い。水に恵まれた土地のため、池も多い。大栗川が村内を東西を横断する。他大田川などの支流もあり、水利に富んだ地域のため農業が主要な産業である。中でも広く行われていたのは、養蚕と落農である。特に落農は、吉木村長を二度務めた、農業指導者の井草はじめサブロが、千葉県より、 甲子一頭を導入したことが、玉く農の先駆けとなり、イグサの指導もあり、村全域で行われる一大産業となった。当時、牛といえばイグサ、酪農といえば吉木村と言われるほど、全国にその名は知れ渡ったという。また、掘り抜き井戸の地下水を利用した養魚業も行われていた。農家の副業として、農間機にメカゴ作りが行われた。 田口久兵衛がゆ井村から練習して、製造を始めたのが最初だといい、後に、吉木村は、メカゴの一大生産地にまで発展した。合併時点の1964年において、議員の定数は13人であった。吉木村役場跡地1898年、村内にある英林寺の一室を借りる形で、吉木村役場が設置される。1913年、 専用の庁舎が完成しエ林リン寺から移転する。1957年には新庁舎が完成し再び移転する。合併後は八王子市役所予識事務所となる。下記の一覧は1964年雪村、合併寺のもの。明治時代より学校の新設、統合、解消が繰り返されてきており、その経緯は複雑である。詳細は、 各学校のリンク先を参照のこと。なお、中央大学の多摩キャンパスへの移転計画は、吉木村時代に始まっており、1960年の幼稚取得当初は、吉木村であったことから、当初のキャンパスの名称は、吉木高知が予定されていた。周囲を多摩丘陵に囲まれているため、峠が多い。1924年、槍水の有力者、大塚宇十郎によって、 津久井郡の川尻村から吉木村内を横断し、多摩市の宮まで鉄道を敷設した上で、多摩南電鉄に接続し、新宿駅まで電車を直通させる、南津電気鉄道の建設が計画される。1926年には、鉄道免許を取得し、工事も第一期区間である、槍水近辺では一部レールの敷設も完了し、河川柱用の丸太まで準備されていたというが、 1929年の世界恐慌の影響でギートの価格が暴落し、資金繰りが悪化したため工事は中断し、混乱の末計画は頓挫した。以来、合併まで吉木村に鉄道が伏設されることはなかったが、合併後の1988年に京王相模原線が南大沢駅まで延伸開業した。南大沢の粉屋踊りが有名であった。その他、 旧村内各地域で祭り林などの伝統芸能が現在でも保存されている。吉木村のある南多摩郡では当時合併や調整志向が相次いでおり、吉木村もその対応が迫られていた。当時、吉木村の村民の中には、石井英寺村長を中心とした八王子市との合併を目指す派閥と日野市との合併を目指す派閥に分裂する事態が起こっていた。 そして、その対立は大変深刻なものとなっており、新聞記事にも載るほどになっていた。結局、事態を収集するため住民投票で合併先を選択することとなり、八王子市合併派が日野市合併派を上回る結果となったため、八王子市との合併に至った。また、日野市合併派の一部住民は、八王子市に合併後も、八王子から分尊するように働きかけると、 しばらくの間抵抗を続けた。ありがとうございます。